来ないわ、これは。大丈夫、大丈夫。すごい、怖い。大丈夫やで。ほこりがね。まあ、誰も住んでますよね。見てみよう、このおちゃん。怖い。今ないか。これはやばいな。だからあの石の裏の木の下。やってんなマジで。何やばい。何これ。やばくないこの茂りを。でもこの木だよね。そうね。これだよね。いやでかくなったマジで。こんなだったっけ。下だよねこれ。うん。何怖い何何だこれ。え？やばいやばい。なんかいた。何何。嘘。人がいた。え？人？いやいないでしょ。いやマジだって本当に。どこにそこ？あれ？誰もいないよ。いないじゃん。ちょっとやばいわこれ。怖っ。何が何？いやちょっとやばい。怖い怖い。何が？いやマジで人いたんだって。いなかった。いないでしょ。いやマジでいたんだって。怖いよ。いやもうやばい帰ろ。怖い。帰ろ。いやマジでやばいって。マジでやばいから。マジでやばいから。いや本当に。いや踏み出すなんてマジでいないじゃん。いや いたんだってマジで。いなかったの。見て。マジでいたんだって。いやいないじゃん。本当に。なんだ。ゴロゴロゴロ。いやもうやばい。もう帰ろう本当に。やばいから。ちょっと来てよ。マジで。帰りたい。早く帰りたい。じゃあマジ冗談じゃなくて。いや冗談。本当に帰ろうって。お。撮影されたこの場所は線路沿いに位置し、昔撮影者の同級生の女性が電車に飛び込み自殺した場所でもあるといいます。いじめを苦に自殺したというこの同級生と映像に映る亡霊とは何か関係があるのでしょうか。ちょっと飛ぶから、パパ頑張って、ママ上まで飛ばせられんの？上まで行かんのんね。寒くなってきたね。ご飯食べて帰るかね。この参道の先を抜けるとですね、なんだこれは。
と毛が少ないんですよね。ああ、きっとあれだ、あれですね。到着しました。ここですね。ここの神社に何者かに殺された女性の白骨死体が発見されたとのことなんですが、やっと着きました。綺麗ですね。ちょっとその例の女性の白骨遺体が発見された場所、神社の裏のお地蔵さんがありました。お地蔵さんとですね、そのベンチの、はい、近くのこの木、おそらくこれだと思います。多分ここかな。ああ、ここですね。ここで何者かに、ここ、空耳かな。ちゃんと手をして。人倒れてる。ちょっと聞こえた。
情の見えない真っ白な顔。撮影者は取り憑かれたように固まってしまう。この動画の撮影者は後日山中で遺体となって発見されたのだが、その他のメンバーの行方は分かっていないのだという。この動画はあるホテルに泊まった男が部屋の中に気配を感じた際に撮影した動画であるという。異常な事態に恐怖を感じた撮影者が信頼する同僚にこの動画を渡したところ、勝手に公開されてしまったものだといういきさつである。壁にかかる服の右側の暗闇に佇む女性の霊がお分かりいただけただろうか。このホテルで過去に何があったのだろうか。闇の中に佇む資料は何を訴えているのだろうか。またなんか作ってるんだ。人形かな。何？どうしたの？何だろう。あれ近くね。え？あれ？あそこ。見るよ。ああやって叫んで街中走ったりしてるんだもん。そう。うん。なんだろうね。すっごい気味悪いんだよ。今見てたよね。まだ見てんだけど。なんで見てんだろう。気持ち悪い。本当に怖い。いつからいんのあの人。多分半年ぐらい前だと思う。そんないんの。うん。これ通報した方がいいんじゃねえの。そうかな。もうやだ。え？なんで？今いたの？は？何？今いたんだってば。どう？何？何？今の俺そこにいたんだってば。は？どこ？これは撮影者が友人たちと深夜心霊スポットとして知られた防空壕跡へ訪れた時に撮影したものだといいます。っていう噂が。そうです。見たことない。見たことない。なんかいろいろ落ちてる。何これ。バール的な。使う。はい、飲み行く。うん。どうした。え、嘘やろ。もうやめえ。はい。え、どういう感じ。やめえ。あれあれ、ついた。おいで、行こう、とりあえず帰ろう。大丈夫。大丈夫。大丈夫。苦しい。うわっ。はい。はい。何かあったって。何？
映像に映る不気味な霊はこの場所に宿る怨霊の姿だったのでしょうか。撮影者は何かに触れた感触があったのか後ろを振り返る。すると木の向こうから得体の知れない顔が現れ、撮影者は驚く。さらにカメラが遠くを映すと、そこに黒い服の不気味な出立ちの人物が立っている。そのものがこちらを振り返ると同時にカメラは途切れるが、この時公園にいた彼らの身に何があったのか、今は知る由もない。